あいつ何犯罪者ってこと？やばい！うわ！ちょっと！ちょっと待って。やばいよ。ちょっと電気つかないし。ちょっと。まだ俺携帯もう一個どこやったっけ？見えない。てかさ、俺寝てたじゃん、正直。寝てたんだけど。あんだけ起こされたら切れてたくせに俺のことは起こすの？何？録画って何？ちょっともう関係ないじゃないですか、あいつと。ね？イベント温めといてやるって言われてさ、でやったらあいつやばくないか。ちょっと頭おかしいな、あいつ。よく俺に配信逃げたってこと？多分俺のこと起こして逃げたねえ。温めたっていうよりも俺になんか、ねえ、利用されている？イベントを利用して、でイベントもね、アイテムがもらえるわけない。うん、こういう状況。全てあいつの企み？それ、ね、誰が言ってたの？それパルパルが言ってたの？パル養分？自主？あ、養分？パルパル養分自白？何？養分とパルパルもインカジに行ってるの？だってパルパルはさ、なんでそんな自白をしたの？あ、うん？あ、養分が暴いたってことは証拠なくない？でも、うん、あの人出まかせ言うじゃん。でも養分は信用ないな。でお前は飲まないんだね。はい、これ一応2本買ってきました。じゃあ一緒に飲むじゃん。もう飲まない、飲めないんだ。ん、ね、何やっつけ？え、やっつけなの？これ飲むよ。証拠ってあれだよ、普通に見せてあげてもいいよ、今それ、うん、銀行でお金下ろしたやつの明細書。うん、うん、あ、それを証拠って言ってんの？それ証拠にならないですよ。あ、うん、それは証拠にならない。養分が見せたらいいじゃん、それ。見せる前になんか証拠証拠っておかしいよ、それ。何？養分とパルパルが俺、ね、ゼロワンとインカジ行ってました、すいませんでしたとこならまだ分かるんだけど。いや、俺は養分で言ったことない。もういいよそんな話は。俺は養分で言ったことないってことはパラパラと言ってたってこと？誰が？どういうこと？領収書？領収書って言ってるんだったらそれがそもそも間違いなんじゃない？
がそもそも俺そんな送ってないんだから、銀行で下ろしたやつでしょ。ねえ一緒に飲もう、お願い。そんなに嫌なの？だって今日飲んでないじゃん。どうしたの、ね、聞いてるってこと？聞いてるっつうか、じゃあお酒今俺は飲むべきじゃないから。え、どういうこと？お酒飲むべきじゃないで何？そんなお酒飲んでるようなあれじゃないっしょ。え、どういうこと？それは何を認めてんの？じゃあ認めるも何も、うん、リスナーさんに申し訳ないから。何が申し訳ないの？イコールそれはやっちゃってるってこと？で、やったこと、やってたことは認めたよ、それ俺は。あ、やってたの、インカジを。いや、それ、だからそういうのじゃなくて。何を認めたの？だから、うん、もうちょっと1にならなかったらもう12時でやめます、正直。もう今後気をつけますよ、もうそれしか言わない。800万。認めてねえわ、嘘つくなお前ポコゾウ。負けてねえわそんなに。それ鵜呑みだろそれ。いや私何も知らないですよ。寝てて起きたらなんかコメントが。何この音。あ、4位になっちゃった。こんなことありえる？曜日一回送ってやん。銀行でお金下ろしたやつでしょ？お前下げちんだな、お前下げちん。喧嘩ばっかしてるからだよ。いや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 、お前下げちん。何お前急に下げまんじゃん。何どこが？え？俺下げまん？下げちんってなんだよ。下げちんじゃない？バネシ来て。俺ゼロワン下げたことある？うん。じゃあ俺に一回送ってみてよ、分。いや、あげまんでしょ、どう考えても。一回俺に送ってって言ってるの、答えてるよ俺。うん、LINE してそれ見たい。うん、それで俺も判断する。うん、俺の名探偵が、うん、それでちょっと判断する。俺の向こうの携帯は知らないよ。あ、これじゃん。あ、これ俺のだ。うん、誰？どっか聞こえる？いや、聞こえない。え、パルパルと陽軍が自分の枠で 俺たちはインカジやってるぜみたいな、そんな意味わかんない。配信する？そうじゃなくて、どうしてその俺が配信してて、うん、そのパルパルがお金がない話と、うん、ね、うん、事情があって、うん、でそのクマちゃんの話してた時にヨブが電話かかってきて、うん、そのヨブがそのインカジの話を出したんだよ、うん、で俺は過去に行ったことは認めた。それでね、うん、過去に行ったことあるから、うん、で知
らない、そっからハトとかどうのか知らないけど、うん、パルパルといろいろ暴露合戦が始まったんだよ、うん、過去に行ってたの、うん、それいつ、それはもうちょっと配信会で話すよ、うん、それはね、ってお隣にいるやつって何で、パルが行ってないって言うのであれば養分が一緒に行ってたのも嘘になるし、パルパルは一緒に、俺はやってないって言ってて、養分だけが何だっけ、俺は行ってたの、養分と俺は一緒に行ったことあるって認めてるの、なんで、なんで養分そんな、でも美味しくないじゃん自分だ, だから最近俺とパルが行ってるという想定の中で叩きたいんでしょ、うん、救いたいってことで、救いたい、うん、ちょっと本当によく分からん、なんで そういう流れなの、うん、いやその話って広げる必要ないんだよもうこれ以上。ああ、名外相じゃあ銀行のやつでしょ、うん、いや聞いてないよ、まゆ。じゃあ出しなじゃあ、養分それ送られてきたやつ。知らないよ、パルがどういう経緯で渡したかしないか。じゃあ見せたらいいじゃん、もう。もう知らんよ、じゃあ。逃げたじゃなくて、その証拠を見せな、じゃあ。出ろよ、じゃなくて。うん、それ見せたらいいじゃん。パルが送ったんでしょ、養分に。それ見せたらいいじゃん。いや、俺聞いてないよ。俺にはもう全部話して、俺はもうちゃんと打ち明けたよ、うん、なんて、いや、ごめんねってバレたから。は？この前謝ったじゃん。だから俺をかばってくれないようとしなくていいよ。ありがとうね。うん、かばわなくて。かばってました。うん、かばわなくて。かばってました。うん、だからそれで許してもらった。すいません、かばってて。うん、もうかばわなくて。なんなのもう。ごめんな、かばわなくて。俺が嘘つきになるじゃん。うん、ごめん。俺もう起きた瞬間にこんなのなったらさ、うん、わかんないよ。もう言ってよ。なんで言わなかったの？俺が配信始めるの、うん、なんで言わなかったの？なんで黙ってたの？うん？俺、何もわかんないよ、だって正直に言ったから、かばってくれてんだろうなと思って。ふざけんな、お前。もう行かない。それで俺はもう終わってるから。いやいや、俺だから言っていいのかわかんなくてさ、配信始まった瞬間にこんな連投。でもあんまよろしくないよね、やっぱ配信上で。そういう話はやめた方がいいもん。俺も嘘つきになるんだよ。うん。ねえ。だから、まあ知ってたでいいじゃん。いや、いいじゃん。開き直るなよ、お前。知ってた話をしなよ。いや、俺、銀河町とか行ったことないしな、うん、電話じゃなくて、じゃあ見したらいいじゃんつってじゃん、それもう見せないわ、もう知らん、もう。いや、びっくりするじゃん、だってコメントで彼が送ったのはいいよ、じゃあ見せなよ、うん、謝ってくんな、俺に。ごめんなさい、ねえ、すいません。俺も嘘つきみたいになるじゃん。はい、ごめんなさいありがとうね、かばってくれて。かばわなくて、うん。